オート調理の解凍手順を肉の解凍を例に説明します。一度に解凍できる分量は100から1000グラムです。解凍できるのは冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った肉です。加熱室やテーブルプレートが熱いと発泡トレーが溶けたり解凍しすぎになります。オーブン、グリル、脱臭使用後は十分冷ましてから加熱をしてください。本体から給水タンクを取り外し、満水ラインまで水を入れて取り付けます。ドアを開けると電源が入ります。テーブルプレートの上に肉を乗せます。発泡スチロール製トレーに乗ったものはラップなどの包装を外します。トレーがない場合はテーブルプレートに市販のオーブンシートかペーパータオルを敷き、その上に乗せます。形や厚みが均一でないものは細い部分や薄い部分にアルミホイルを巻くと解凍しすぎを抑えることができます。アルミホイルは加熱室、壁面やドアに触れないように置きます。触れると火花が発生し、テーブルプレートやドアファインダーが破損する原因になります。食品を入れ終わったらドアを閉めます。解凍、下茹でボタンをタッチし、解凍、肉の解凍を選びます。仕上がりは中に設定されています。仕上がりを調節したいときは仕上がりボタンで設定します。スタートボタンを押すと加熱が始まります。終了はメロディーでお知らせします。解凍した肉を取り出します。解凍の度合いにより取り出してそのまま3から5分置き自然解凍をしてください。